猪瀬くんはね、喋り方も可愛いしね、ソラルのリスナーが一番好きなんじゃないかな。どうだろう、可愛いよ、喋り方も声も男の子で、歌もね、多分ね、俺の歌好きな人、猪瀬くんの歌好きだと思う。ソラルの上位互換、そう、なんか可愛い、可愛い子、めっちゃ結構なんか、そう、なんかね、可愛い、可愛い感じのね、なんかイブくんとかソウくんとか系のなんか可愛さがあるね、そっち系。うん、そういうゆるふわ系、ゆるふわ系、マジゆるふわマジゆるふわ、愛される、愛されるキャラだね、あれは。めちゃくちゃ絶対好きだと思う、みんな。そう、それでいて歌もうまいし、ミックスとかもできて、結構相談とかして、乗って、してくれるんだけど、このプラグインとかちょっと高い、1万円以上するようなプラグイン、まあ大体さ、1万円以上、何万円とかするようなプラグインとか結構あるんだけどさ、でもまだ活動その始めてないし、お金に余裕ないと思うから、こういうのおすすめだから、そのネオプロティから給料振り込まれたら買うといいよって話とかしても、いや、もうすぐ買いますって言って、もうその場で買って試してみますって。もうね、そういうなんかミックスとかのそのなんだろう、勉強とかもね、もう自分からねしてて、そう、行動力あるんだよね。めっちゃいい子だよ。え、なんで？こう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 。え、もうなんで片方しか入ってないんだこいつ。おお、ああ、あ、こうだな。え、色が、待て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 。おい、何個持ってんのこいつ。お前、そういう癖があったのか。相談してくれてもいいんだぞ。パンツね、パンツはここですよ。おい、何個持ってんの。スティーブ・ジョブズだろお前絶対。おい、パンツ多いって。こんなんいるか、パンツ。いるわ、パンツ多いって。おい、パンツしまうとこなくなるって。多すぎるよパンツが。パンツ、おい、島パン多すぎるだろ。なんだこれ。もう並べちゃったんだけど。並べちゃったんだけど、このパンツ多すぎて。やべ、起きねえ、やべ。はん、よし、オッケー、オッケー、これでオッケー。配っ、わかった、ちょっと待って、覚悟を決めた、俺は。なんで置けないのね。おい、なんで置けねえんだよ。ここにしまっとくか。で、ブラジャーを戻しとこう。これね、隠しとかないといけない。あぶねえ。パンツもいいだろ、別にここね。え、ここじゃダメだ。パンツなんかウォールハックされてんだけど、パンツだけ。もうやめろって、恥ずかしいから。あっ。まあまあ、なんとなく分かってたけど。包丁どこに置くの？え、なんでそこじゃダメなの？いいんかーい、そこでええんかーい。